はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。オースチン・オブライエン改めチョコラブです。さあ本日なんですが、ボルカニックバーンレギュレーションハイランダーデッキやっていきましょう。これあのですね、あのコンセプト、ハイランダーというコンセプトが崩壊しておりましてこういうデッキいくつかあるんですよ。あのね、ハイランダーっていう今レギュレーション戦がデュエルリンクスにあの実装されてまして、これめちゃくちゃ楽しいんで、ぜひね皆さん、あのハイランダーデッキ組んであのレギュレーション戦やってみてほしいんですけど、これね、あのね、ハイランダーって意味はその同盟カードは全部1枚しか積んではいけないっていうルールなんですよ。なんですけど、スキルでね、あのね、2枚入っちゃうスキルとかありまして、これね、ボルカニックバーンデッキっていうスキルがあって、自分のデッキにボルカニックバレットが2枚入ると、でデビルとブレイズギャウンとトライデントも入ると、でまあうんだかんだうんだかんだって書いてあるんですけど、バレットが2枚入っちゃうんで、このデッキね、よく 見るとあのバレットがデッキの中に3枚あるんですよいやそれハイランダーじゃなくねって思うんですけど、これなんかスキルがね、あの許されてるんですよね。なんか知んないですけど、ハイランダーそのレギュレーションするんだったらこういうスキル全部禁止にした方があのいいと思うので、てかなんならスキルを全部禁止すればいいなと僕は思うんで、まあ、次回からはねそういう風にした方がいいかなと思うんですけど、今は現状ボルカニックバーンデッキっていうこのスキル使えるんで、なんでバレット3積みしてハイランダーというゲーム性を崩壊させていこうと思ってます。はい、であのギミックはあの昔あの強かったあの謙虚なツモさんっていう方が作ったボルカニックネオスですよね。あのデッキのギミックを大元参考にさせていただいてまして、ネオスフュージョンでボルカニックバレットを落として、でバレットの効果でバレットをサーチして、なんかその手札コスト系サンダーブレイクとかインガ切断とか、摂理とかこういうカードを使って相手の動きを封じていくみたいな、そういうイメージですね。でこれアタッカーがやっぱちょっと少ないので、あのネオスフュージョン言うてねリミット2なんでそんなにいっぱい入れられませんし、ハイランダーですそもそもね。でリーマドの守護者と、まあ、2枚しかいないと。なのでアタッカーを用意しないといけないですよね、このデッキ。なんで沼地のマシン王とかあの融合大王モンスターを入れましてキャバリーが出せるようにしました。あとはアレイスターと、ボルカニックパレットで、プルガトリオを出せるようにしましたハイランダーでも悪さしますよプルガトリオ先生は。とか、あとは、まあ、エクシーズですね。レベル4がいっぱいいるんで、エクシーズモンスターがいっぱい入ってるっていうのと、あとは、あれ、ボルカニックロケット。これね、あの、ブレイズキャノンをサーチできるんでね、墓地かデッキから。なんで、ブレイズキャノンをサーチしてきて、トライデントを発動とか、うん、ガンガンやっていって、最後のエースモンスター、このボルカニックバーンデッキで、追加される、ボルカニックデビル。こいつね、結構出るんですよね。まあ、普通に戦ってても多分こいつほとんどランク戦とかでは出ないと思いますけど、やっぱハイランダーだとちょっとやっぱ若干スピード感遅くなりますし、なんだかんだこいつ出ます。結構強いです。3000は打点が、しかもなんか相手のモンスター攻撃表示だったらこいつに殴んないといけないみたいな、ね、そういうこともあるんでね、結構強いと。なのでアタッカーがちょっと不足する感はもうちょっとだけあるんだけど、このデッキやっぱどうしてもトラップカードが強いので、まあ、割とやります。このデッキなかなかたまに事故るけどね。アタッカーが不足してるっていうのと、あと、初動札がそんなにいっぱいないから。っていうのがあるんだけど、使ってみていただければ、バレットが墓地を送られた時はすごい強い。うん。なので、デュエルキングくらいだったらなんか慣れんじゃねえかと思ってるんだけど、ちょっとまだね、試してないかわかんないんだけどね、ルーム戦でしか。はい。ということで、早速ね、ボルカニックバーンデッキやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。俺の炎デッキ。さあ、お相手の方、海馬か。ブルーアイズですかね。この会話使うってことはブルーアイズなんじゃないかとか、バレット来すぎでしょ俺そんなにブレスキャノンばっかり来てバレットばっかり来てもあんまか、半蔵パイセンね。パイセン強いね。超変化か。なるほど。カードを伏せる。なるほど。カードを伏せる。おい、伏せ多いな。行くぞ。伏せが多いぞ。シャマのターンだ。天罰。なるほど。ブレイズキャノンを発動。ブレイズキャノン。さあブレイズキャノンを墓地の来るとブレイズキャノントライデントも発動できるぜ。これブレイズキャノントライデント発動できる。さあブレイズキャノントライデントの効果を発動。ブレイズキャノンを墓地の来る。ブレイズキャノントライデントを発動。さらにブレイズキャノントライデントの効果を発動。ブレイズキャノントライデントの効果によって炎族モンスターを1体墓地の来るによってお前のモンスターを破壊させてもらう。相手モンスターを破壊。そしてお前にダメージを与える。舐めるな。
うわークリボール、あ、まあでも、まあ、言うてそんなすごいくらい太鼓とか弾いてないからね。これはしょうがない。いやーきついなーこれ、結構きついね、モンスターをセット、これきついなー。ね、長編剣残ってるのも辛いし、あとブレイズギアのトライでもなくなっちゃったんで、力の差をやる。これがねめちゃくちゃきついですね。ブレイズギアのトライでなくなっちゃってたから、ボルカニックデビルがアレイサー来たか、ボルカニックデビルを持ってくるのはいいものの、これ出せないんだよね出せないんだよね、出せないんだよな。これどうしよっかな。ボルカニックバレットの効果使って1枚引っ張ってきて、まあ、アレイスターセットしかやることも、結局長剣技あるから出されんだよね。あのアレイスター巻き込まれて出されるもあるし、モンスターを防ぐ、で、あ、なにこれ、俺の炎、え、あ、そっか、回収できるのか、なるほど、回収してあんまり見ないけど、まあいいや、手札コスト増えた、手札コスト増えたエンド、これ手札コストこんな感じでめっちゃ増えるんでね、結構手札捨てる系のカード、天罰とか節理とか、まあ、インガー、切断とかサンダーブレイクとか、あの辺のカードとはすごい相性がいいんですけど、まあ、まればね、このバレットが墓地に行ってくれたりとかすれば、まあ、割といいんだけど、あ、でもブレイズキャノン、ワンチャンあるな、これ、あのボルカニックロケットを引っ張ってくれば、ブレイズキャノン回収できるから、トライデントいけるわ、青木の剣士。なるほど。剣士で、あ、これ、あれかな、レイル出してくれるの、もしかして。レイル出してくれるの、ありがてえ。あ、来た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 、お、返せるぞ、白木英雄効果、いいいい、全然いい、これ天罰さそう、それはどうかな、くたばれ、リバースカードだ、カウンタートラップ、カウンタートラップはチェーンができない、つまりお前のモンスターは一瞬で破壊されるだけ、その手札がもしブルーアイズだったとしてもな、俺のターン、ドロー、分断、なるほど、アレイスターは判定召喚、アレイスターの効果を発動、アレイスターの効果によって召喚枚数を手札に加えていく、これ融合していいもんかって言われると微妙だから、これあのアレイスターでぶん殴りに行くって説あるよね、もうアレイスタービートっていう、あーデモンチェーン、なるほど、永続トラップ、デモンチェーン、まあ、それは返せないので、なるほど、カードを殴りに行くことはできなかったのでエンドかな、セーガーか、でもそんなに簡単にもうレイルも行ってるし剣士も行ってるから、あんまりね展開難しいと思うんだよね。サイクロン、まあまあまあ、それはいいわ、それはしょうがない。はい、おかえです。ターンエンド、俺のターン。よし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 。耐えてる耐えてる耐えてる、いいぞ。いいぞいいぞ。ね、これセット。カードをセット。で、守備表示にしてんのは。ターンエンド。俺のターン。これがハイランダーなんですよ。ちょっとゆっくりになるんですよね。遊戯王が、うん。これがいいところではありますね。セット、はい、いいでしょう。ターンを終了でしょう。俺のターン。あのセットの太鼓かな。太鼓だったら嫌だね。太鼓だったらめちゃくちゃ嫌ですね。さあ、俺のターン。あれなんですかね。まあ、でもあのカードはなんかどうでもいいカードだと思うんでね。あの真ん中のカードは結構長兵器だから。で、あの伏せカードは何かわかんない。あの伏せカードは清掃あるから一応言うてなんか相手の。ああ来た。オッケー。ボルカニックロケット召喚。ボルカニックロケットの効果発動。ボルカニックロケットの効果によってブレイズキャノンも回収。よし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 。オッケー。清掃か、清掃使ったら一応ブレイズキャノン発動できるけど、まあ太鼓かもしんないしな、太鼓かもしんないしな、もうレクシーズシーに行こうかな、難しいよねこれ、どうするのが正解だ、レクシーズしてデッドリーでぶん殴りに行くのは結構あるけどな、バトル割とこれむずい、ボルカニックロケットで攻撃、まあでも言うてブルーアイズが出てきたら、あ、伝説の方か、伝説の方は別にはモンスター効果発動、あ、手札正解ですね、俺これ手札ブルーアイズですね、手札ブルーアイズですね、相手ってことは太鼓あんま警戒してる人ねえな、もう出てこないだろブルーアイズ、あのソリッドドラゴンが入ってなかったら、とりあえず召喚魔術、召喚魔術の発動、召喚魔術の効果によって、あ、でもエクシーズしてたからさだったかなこれ、アレイスターととりあえずバレット除外して、いでよほい、フルーガトリオ先生、あ、でもどっちでもいいか、あんまり関係ねえわ、で召喚魔術効果発動、さあアレイスターを回収していく、
よし、よし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 、アドバンテージはだいぶ稼がせてもらった。エクシーズします。エクシーズした方がいいのかな、これなんかこれこのまま殴るのも正解な気がするけどな。こうですね。で、踏みましょう。あの右側のカードは何でしょう。それは分断ね。はい、分断。まあ清掃打ちましょう。清掃打ってあれあれですね、フルが通るだけ守っていきましょう。 OK で2100、1900でこうして、でボルカニック、なんだっけ、ロケットはもうどうでもいい。あいつはあいつ次のターンにエクシーズ勝利して、で相手のターンテクだが1枚ブルーライズ持ってきてるんで、言って太鼓引いてもそんなにヤバいこと起きないですよね。多分オルタナティブだけヤバいか、結構オルタナティブだけはちょっとめんどくさい。まあ、ただこれで、魔法トラップカードの枠埋まったから、なるほど、この埋まったからブレスクサンダーブレイク来た。とりあえずアレイスター召喚する。モンスターを召喚、アレイスター効果、召喚魔術を手札に加えていく。であんまり意味がないこの召喚魔術は。なんでかってもうプルガトリオが2体も入ってないからさそして、レベル4のモンスターに対して呼ばれてるここ地区エクシーズ召喚、ダイヤウルフ、そしてダイヤウルフさんでその右側のカードは破壊させてもらうぜ。使うなら今のうちだぜ。ダイヤウルフのモンスター効果を発動、オーバーリミットを1つ使い、お前のセットカードを破壊させてもらう。もちろんそれよ。さあそのカードなんだ、さあそのカードなんだ、月の書いいだろ。よかったのか、ダイヤウルフで破壊させて、もうそっちを月の書は意味がないぞ。そして反転召喚、さらにサンダーブレイク、あ間違えた間違えた、やめやめやめちょっと魔法、もういいや、もうだけど、ちょ、まあ、魔法トラップゾーン狭いんだよ。ブレイズキャノンとさ、ブレイズキャノントライデントさ発動するためにさ、モンスターじゃない、間違えた、魔法トラップ枠2個必要なの、どういうのあんだよ。さあ、お相手の方懺悔の用意はできているかかっこいいな、ミッションを見せてみます。俺とギャラクシーアイズの力、ね、ギャラクシーアイズ入る、オッケー。あれで、あれはあのなんだっけ、ギャラクシーフォトンは無理ですからね、使えませんからね、スキル的にね。これ手札めっちゃ強いですね。魔法カード発動、手札めっちゃ強いわ。ブラックグレイズマンと融合準備セットでキャバルモンスターを融合召喚、そして融合準備セットエンド、カードをセット、これ融合準備めっちゃ強いな。アレイスターサーチして融合開始できるんですよ。これあの墓地で融合がある場合は、墓地から融合を1枚手札に加えるってこともできるんで、1枚か2枚になるっていうカード、逆サイクル OK で、フュージョンリザーブの効果と、フュージョンリザーブの効果によってアレイスターを手札に加えながら、なんと墓地の融合も回収できてしまう。つまりキャバリーの打点を1000ポイントアップすることもできるし、手札コストが増えるっていう、マジでぶっ壊れ展開、やばい、これ超強い超強い。魔法カード融合、融合いいだろう。キャバリーの効果めっちゃ強いよね。このなんか魔法トラップさ、ガンガン使わないとさ、相手このカード取っ払きやんのにさ、魔法トラップどんどん増えると打点が上がるっていうさ、ツインフォトンリザードやべえな。ツインフォトンリザードやべえ。そうか、つまりギャラクシーアイズ入るからその2体になるってことね。お前手札結構強いな。融合召喚に使った素材が墓地にある。ツインフォトンリザードは自身をリリースすると融合素材にしたモンスターを2体出せるっていうカードなんですけど、やばい強い、普通にハンドただ知ってるぜ、そのモンスターの効果は対象を取るっていうことはな、そのモンスターの効果は対象を取らざるを得ない。つまりキャバルリーは突破できない。ランク8か。あ、エネアードがやばい、エネアードはやばい、NR だけ本当にやめて、 NR とかガチでやばいこと気づいた、やばいやばいやばい、あぶねえ、 NR 入ってないのか、いいだろう、あぶねえ。そして超魔導騎士ブラックキャバリーのモンスター効果を発動、手札を打ち合い墓地の船に対象を取る効果を無効にし破壊させてもらう。よし、ちなみにこの効果に一旦自動制限はついていない。ドマロキシブラックキャバリーのモンスター効果発動、ドマロキシブラックキャバリーの効果によって融合を持ちの国、お前のモンスターの効果を無効に社会させてもらう。バゴーンいや、これ超強いんだけど、キャバリーに復活したらワンタンに強いです。あんのかな、分断の壁、そして
召喚師アレキサーの召喚、召喚師アレキサーの効果を発動。召喚魔術の効果を発動。召喚魔術の効果によってアレイスターと炎属性モンスターをこのゲームから除し、現れろ召喚獣プルガトリオ。魔法カード発動。よこのデッキ強、最強なんだけど、およそ最強だよこのデッキ。バトルバトルゴー、いけプレイヤーにダイレクトアタック。やばこれね、もっとね、キャバンリーに特化してもいいかもしんないデッキね。キャバンリーが本当に強いと思うわ、この環境。これがお前を。さあ、お相手の方、冷静に立ってやってやれ。ユーマ&アストラルさん、俺のよろしくお願いします。ユーさん、バイ手札から永続魔法発動。結束、あ、いいだろ。結束キザル、結束キザル、あんま強くないな。結束キザルはあんま強くない。セット、セット、なるほど。二刀流やめて、都合よく二刀流引きなめて、キザン、なるほど。あ、じゃあ二刀流じゃねえか、二刀流じゃねえ、二刀流じゃねえだけどありがてえわ。二刀流が一番強い。まあ手札として結構強いね、これね。リューバンドの守護者あるから普通に駆使してくんのかな、これ。駆使しても強いモンスターいねえもんな、でもな、先行で。あんまりね、先行制圧して強いモンスターって。ターンエンド、あー、ターンエンドか、なるほど。ドロー、ブレイズキャノンが来た。なるほど。ブレイズマンちょっと無理だな。現れろ。リーバードの勝者召喚。リーバードの勝者効果。これウィッチだろうな。ウィッチ手札切って、でネオスフュージョン手札に加えていく。そしてネオスフュージョンを発動。魔法カード発動。ネオスフュージョンの効果によってエロメンタルヒーローをネオスと、よくわからない生物を融合し、ブレイブネオスを融合召喚。さらに墓地のブレイズボルカニックパレットの効果を発動。ボルカニックパレットは仲間を呼ぶことができる。そして手札にマジックカードブレイズキャノンを発動。カードを1枚セット。バトルフェイス、バトルだ。キザン相打ち取るべきなんかな、これ。相打ち取るべきだろ。別に相打ち取んなくても分断あるしな。相打ち取んなくてもいいと思うんだよな。取んなくてもいいな。これエンドでこの瞬間、あー排水の陣、ね、やばいこの瞬間。やばいな。俺の戦略はそれ やばいかもしれねえ。死んだかもしれねえ。あ、でもぶん殴るからワンチャンか。俺とお前でエクスチェンジゼアルしていく。俺とお前でオーバーレイしていく。やばい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 。ホープホープレイ飛んでくる。ホープホープレイ飛んでくる。でも一応ぶん殴るんで、バック除去さえ引かれてなければ多分ね、死にはしないと思うんですよね。多分帰ると思うんですよね。4000でしょ。0を4000殴って、は、半分半分で分断で300下げて3200。いやこれ耐える説、3500。あぶねえ。いやでも耐える耐える、多分耐える、ギリ耐えると思うんですよこれ。いい、フォープレイもいい。いやそう、サイクロンとか引かないでお願いだから。もうそれはもうね、もう甘んじて受ける。それは受け入れる。エクシー選択肢オッケー。甘んじて受け入れていく。分かった分かった分かった、もうオッケー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 。もう全然いいよ、もう全然いい全然いい。それはもう全然いい全然いい。希望フォープレイの効果アット、オッケー。やばい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 、行くぜ。過激、なるほど。進路の召喚に成功したら手札からレベル4から6種モンスターを置いて特殊召喚できる。ゲンバー、やえ行くぜ。待って、レベル5じゃん、モンスターをシンクロ召喚。あ、行くぜ。モンスターをカード、やばい、やっば、ちょっと強すぎるでしょ。なにこれ、どういうこと。やばいって、それは言ったはずだ。勝利の分断の壁発動。うわー、ギャー。やばいわこれ。空襲環境特化かもしれない。